サンタクロース、サンタクロースは、クリスマスイブに良い子のもとへプレゼントを持って訪れる人物。子供に夢を与える。イギリスでは、ファザークリスマスといい、緑色の、近年は赤が主流の服を着ている。オーストラリアとニュージーランドでもファーザークリスマスという。オランダではクリスマスが1シーズンに2回あり、プレゼントがもらえるのは12月6日の聖ニコラスの日の前日と、 25日のクリスマスである。イタリアではクリスマスが1月6日まで続き、5日に魔女が来て、良い子にお菓子を、悪い子に石炭をくれるという伝説がある。ドイツでは、悪い子は、悪い子に罰する黒いサンタ、クネヒト・ループレヒトにさらわれるという言い伝えがある。しかし現在では、ドイツの子供たちは、クリスマス男と、クリストキンと、 クリスマス使徒のどちらかを信じていると言われており、どちらが持ってくるかで学校では論争があるという。なお、ドイツではサンタクロースは商業主義だとしてカトリックによるサンタクース排撃事件があり、神父たちが襲われる事件もあった。ロシアではジェド・マロース、マロースおじいさんが孫娘のスニーエグユラチカを連れてプレゼントを配るという風習がある。 南半球に位置するオーストラリアでは、クリスマスが夏になることから、サンタクロースは、海からサーフボードで、サーフィンをしながらやってくるとされる。4世紀頃の東ローマ帝国、小アジアのミラノ司教、司教、恐怖性ニコラオス、ニコラウスの伝説が起源である。ニコラオスの名はギリシャ語表記。ラテン語ではニコラウス。イタリア語、スペイン語、フランス語では、サンニコラ。 イタリア語ではニコラオとも、ロシア語ではニコライ。以下のような伝説のほか、右に挙げる絵画のように無実の罪に問われた死刑囚を救った聖殿も伝えられている。ある時ニコラウスは貧しさのあまり三人の娘を身売りしなければならなく、なる家族の存在を知った。ニコラウスは真夜中にその家を訪れ、窓から金貨を投げ入れた。この時暖炉には、 靴下が下げられていており、金貨はその靴下の中に入ったという。この金貨のおかげで、家族は娘の身売りを避けられたという逸話が残されている。この逸話が由来となり、夜中に家に入って、靴下の中にプレゼントを入れるという、今日におけるサンタクロースの伝承が生まれている。また、ニコラウスの遺外は、イタリア南部の都市であるバーリに移されたとも言われている。 煙突から入ることになったのは1822年に、アメリカの学者がフィンランドの言い伝えを伝承した、聖ニクラウスの方、大人いというし、キラ星の中、屋根から降るのは、小さいひずめの立てる妻をと、引っ込め振り向いてみると、聖なる、ニコラウス煙突からドスンを書いたからと考えられる。また、 ニコラウスは学問の守護聖人として崇められており、アリウスイタンと戦った偉大な恐怖でもあった。教会では、聖人として劣勢されているため、清セントニコラウスという呼称が使いれる。これをオランダ語にすると、シンタクラースである。オランダでは14世紀頃から聖ニコラウスの命日の12月6日を、シンタクラース祭りとして祝う慣習があった。その後、 17世紀アメリカに植民したオランダ人がサンタクロースと伝え、サンタクロースの語源になったようだ。正教会系の国では、サンタクロースは厳密に奇跡者の称号を持つ聖人たる聖ニコラオス、聖ニコライであり、聖ニコラオスの祭日は12月6日である、生命祝日の項目を参照。子供たちがこの日に枕元に靴下を吊るしておくと、 翌朝に入っているのはお菓子である。なお、クリスマスである12月25日は、生体礼儀に行く日で、プレゼントはない。ユリウス歴を採用している、聖教会、エルサレム総主教庁、ロシア聖教会など、の聖ニコラオスの祭日は12月19日であり、主の降誕祭、クリスマスは、現行の暦に換算すると1月7日である、2008年現在、 ユリウス歴とグレゴリオ歴の間には十三日の差があるため、ロシアでは一月七日に、ジェド・マロース、マロース、じいさん、マロースとはロシア語で、吹雪、寒波という意味と、孫のスネグーラチカ、雪娘がプレゼントを運んでくる。なおニコラオスは、商人の守護聖人でもある。常に、笑顔の、白のトリミングのある赤い服、赤いナイトキャップ姿で白髭を生やした。 太り気味の老人の男。白い大きな袋にクリスマスプレゼントを入れて、肩に担いでいる。十九世紀の書室では一等立てのトナカイがソリを引く、姿が描かれていたが、やがて、矢頭立てとなり、家々の子供たちが寝ている間にプレゼントを配る、現在のイメージに至っている。欧米諸国などのサンタは、ほほほ、ほうほうほうと、特徴的な笑い声を上げることがある。 伝統文化として定着している面もあり、カナダでは、サンタクロース宛専用の郵便番号、H0H0H0 ガル、同国の郵便番号の書式は、A1 バイト 2C3 のようなアルファベットと数字の組み合わせのため、アルファベットの O、O の代わりに、数字の0、0を使用している。ドイツの古い伝承では、サンタは双子で、 カズトは紅白の衣装を着て良い子にプレゼントを配り、もう一人は黒と茶色の衣装を着て悪い子に押し置きをするクネヒトループレヒトを参照。用紙、役割ともに日本の生ハゲに似ており、民族学的にも年の瀬に来訪する年紙としての役割の類似が指摘される。現在、ドイツでは聖ニコラウスはシャープとクランプスと呼ばれる二の怪人を連れて、 街を練り歩き、良い子にはプレゼントをくれるが、悪い子には、クランプスともに命じて、お仕置きをさせる。スペイン、イタリア、ポーランド、メキシコなどのカトリック教徒が、多い国では、権限説という祝祭があり、伝統的にはこの日、1月6日に、子供たちはプレゼントをもらう。イタリアでは、良い子には、プレゼントやお菓子、悪い子には炭を配って歩く魔女ベイファーナの伝承がある。ハイチではトントン。 ノエル、サンタクロースと一緒にトントンマクート、麻袋おじんが回り、悪い子はトントン、マクートが袋に入れてさらってゆくとされる。ロシアのゼド・マロースは青い服を着ている。アイスランドでは、サンタクロースに相当する妖精として13人のユールラズがいる。スプーンを舐めるサンタなど13人に、明確なキャラ付け、名前などの設定が決められているほか、父、グリーラ、 母、レッパルージ、そしてペットのユールキャット、クリスマス猫などもいる。英社さんに五千年住んでおり、12月12日から毎日一人ずつ降りてきて、良い子にはお菓子、悪い子には生のジャガイモを靴の中に入れてゆく。24日に生揃いし、25日から一人ずつ山に戻る、という。サンタクロース、シンタクラースの服装は、キリスト教の司祭服に由来する。 コカ・コーラ社のコーポレートカラーはサンタクロースの衣装と同じ赤と白であり、現代の赤い服を着て白ひげを蓄えた笑顔のサンタクロースのイメージ全世界で共通化したのはコカ・コーラの広に由来している。米国コカ・コーラの広告にサンタクロースが初めて採用されたのは1931年。日本では1907年に平社の服、 朝日新聞1907.1217ミニ赤絹をまとい日朝日新聞1907.1228真っ赤な服を着けて白髪の赤い面をかぶりサンタクロースに総日読売新聞1914.1213との記述がある日本では今とそう変わりのないイメージだが緑や茶の服を着ていると考えられる国や地域もあった中 バラバラだった、サンタクロースのイメージを世界に統一したのは、カコーラのキャンペーン広告と言われている。サンタクロースの乗る空飛ぶソリを弾くトナカイはハットを折り、サンタクロースが来たクリスマスの前の晩によれば、それぞれ以下の名前である。また、赤花のトナカイの歌、現代、ルドルフザレッド、ノーズドレインディア、ルドルフザレッド、ノーズドレインディアで有名な9頭目のルドルフは、 ロバート・イルメイチョのルドルフ・アカハナのトナカイから8頭の先導役として先頭を走る1頭で足されている。1955年にのラド、北アメリカ航空宇宙防衛司令部の前身であるコナドに間違い電話がかかってきた。百貨店シアーズ・ローバックがサンタへのホットライを設けたのだが電話番号が間違っていたためである。起点を聞かせた当時の司令官が レーダーで確認させて、電話をかけてきた子供たちに、サンタの最新情報を順次伝え、その後、ノラドの職員やその家族、友人たちのボランティアによって、サンタとトナカイの最新情報が流されている。詳しくは、ノーラッドトラックスサンタを参照。グリーンランドに住む長老、サンタクロースの補佐をする目的で、グリーンランド国際、 サンタクロース協会が1957年に設立された。グリーンランド国際、サンタクロース協会が認定する公認サンタクロースは、現在世界に120人。クリスマスに自宅で過ごすことができない子供たちのため、クリスマスより一足早く福祉施設や小児病棟などを訪問する。毎年7月、デンマークのコペンハーゲンで世界、 サンタクロース会議が開かれている。公認サンタクロースは自宅からサンタクロースの衣装で参加することが義務付けられている。日本からは1998年にマンボミュージシャンのパラダイス山本がグリーンランド国際サンタクロース協会公認サンタクロースになっている。彼は著書サンタクロースライフで本寝過ごしたサンタクロースを サンタが寝過ごして魔女に助けてもらうなんてありえない。作者はサンタクロースを知らないと思うと情けなくなると批判した本では作者や出版社に考慮してタイトルを書いていない。音楽に関してはクリスマスの音楽一覧を参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。